本的には同じだから。そうかな、光の方が当たりがきついんだけど。仕方ないでしょ、そういう性格なんだから。ほら、そういうとこ。なんで笑ってるのよ。いや、楽しいなって。ホムラと出会っていろいろ経験できたからね。そして今度は君と出会えた。楽しいことばかりじゃなかったはずでしょ。なのになぜ。辛いことも明日の自分の糧になる。そう考えちゃダメかな。前向きなんだ。前しか見てないってじっちゃんにたまに怒られるけど。しょっちゅうの間違いじゃろ。あそこじゃない？みたいね。バカな、当たっているはずなのにブレイドンなのか。いや、違う。ヒーローの連中じゃない、トラ。お前さっきのやつ知ってるのか。何やら花に雰囲気が似てたが。あいつキクだもん。キク？トラのじいちゃんと父ちゃんが作ってた人工ブレードだもん。見間違えるはずないもん。ご主人、近くにエーテル露伴の上ですもん。エーテル露伴能確認、作戦開始。作戦遂行は困難、戦術的撤退が必要と判断。いない。エーテル露伴能消失、逃がしてしまったようですもん。キク、あれは先祖おじいちゃんと盾蔵父ちゃんが開発してたキクだったもん。じいちゃんも父ちゃんもトラもドライバーに憧れてたもん。でも三人とも適性がなかったもん。だからみんなでドライバー適性がなくても同調できる人工ブレードを作ろうと思ったんだもん。でも逃げるもトラ、これを持って遠くへ、そしていつかお前の手で。
その後、トラはトリゴの町に隠れ住んで、父ちゃんから託された設計図とエーテル炉をもとに花を作ったんだもん。襲ってきた連中の正体はわからないの？正体はわからないけど、キクを奪おうとしていたのは間違いないもん。その連中の目的がキクだったとして、それがなぜ今スペルビアに？帝国兵に追われてたみたいだったけど。わからないもん。もう一つ、もっとわからないことがあるもん。どんな？研究所が襲われた時、キクは未完成だったもん。あれを仕上げられるのは父ちゃんしかいないもん。ってことは、トラの親父さんはまだ生きているってことかの？父ちゃん、きっとあいつらに捕まって。そこの者たち、動くな！帝国軍か。本当は一別以来だな、天の聖杯のドライバー。メレフ様、あいつです。あの機械仕掛けの少女は我々の分隊を。はあ、ちょっと待ってくれ。なんでそういう話になんだよ。おそらく姉様のやったことを花の仕業と間違えてるんでしょう。レックスと言ったか。残念だ。まさか君たちが一連の事件の犯人だったとは。事件の犯人って何のだよ。俺たちじゃない、勘違いだって。やるようになったな、少年。光、分かってる。あの力は使わないでしょ。因果律予測だけでしのいで、どうしても攻撃が必要な時はホムラに変わるわ。頼む。天の聖杯、容姿が変わったようだな。何があった？教えてほしけりゃ剣を引け、この分からずや。君を告してからじっくり聞かせてもらうさ。レックス、予測直後にホムラに切り替わるわ。了解。まさかかわされた？お返しだ。メレス様、聖杯の姿が。自在というわけか。いっけホムラ。当てる必要ないですよね。さすが、よくわかってらっしゃる。また手心を加えるつもりか、少年。あんたと戦う理由がないだけだよ。双方、そこまでも。君は確かアバリティア商会諜報局。メレフ様、剣を引いてくださいも。軍施設に侵入し兵士たちを襲ったのはこの人たちではありませんも。では兵士たちを襲ったのはそこにいる機械仕掛けのブレイドではないというのだな。似てるけど違いますも。ニルにしっかり見ましたも。この国に着いて以来監視されているとは気づいていましたが、不快な思いをさせてしまってごめんなさいも。ニルにアバリティア商会のことを内定してましたも。ああ、それで商会の交易船に乗ってきた私たちを見張ってたってわけ。その監視によって無実が証明されるとは皮肉なものですな。どうやらこちらの勘違いだったようだ。いきなり戦いを仕掛けた非礼をお詫びする。いや、いいよ。誰も怪我とかしてないし、誤解さえ解ければさ。炎の貴公子殿に仕立てに